ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はチャボゲレロ全日本プロレスに移籍、マスカラスの IWA に挑戦について触れてまいります。藤波辰巳や木村健吾の宿命のライバルチャボゲレロが全日本プロレスに移籍しました。チャボは全日本プロレススーパーアイドルシリーズに来日、第一戦は伊藤正雄戦でした。チャボの最終目標は最終戦大阪府立体育会館での見るマスカラスの持つ IWA に挑戦です。共にアメリカマットで活躍するメキシコ系レスラーということで好勝負が期待されましたが、マスカラスはチャボに全くと言っていいほど付き合わず、マイペースに試合を進め、あっさりと勝利し、ベルトの防衛には成功したものの、好勝負にはほど遠い内容でした。チャボはマスカラス戦にかけていただけに、試合後の打ち込み用はかなりのものがありました。勝っても負けても好勝負になったかつての藤波辰巳との試合のようなものをマスカラスに求めるのはやはり酷なようです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はチャボゲレロ全日本プロレスに移籍、マスカラスの IWA に挑戦について触れてまいりました。